ハッチンソン軍はアメリカ合衆国テキサス州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は22,150人であり、2000年の23,857人から7.2%減少した。軍庁所在地は国勢調査指定地域スティンネット市であり、同軍で人口最大の町はボーガー市である。軍名は テキサス州初期の弁護士だったアンドリュー・ハッチンソンにちなんで名付けられた。ハッチンソン軍はその全体でボーガーショート試験を構成している。ハッチンソン軍の歴史はボーガー市中心街にあるハッチンソン軍歴史博物館、別名ブームタウン裁縫で見ることができる。ハッチンソン軍のカナディアンバレーではアンテロープクリークインディアン文化の人工物が豊富に出土している。 考古学者たちは、日打ち石を成形するための石切り場として使われた地域で広さ1300エーカーのアリバテスフリントを発見してきた。遊牧型平原アバッチ族もこの地域で宿営しており、コマンチ族、アラパホ族、カイオワ族、シャイアン族も同様だった。ベントセントブレイン会社がインディアンとの交易を始めるためにこの地域に交易基地を設立した。この基地は、 アドベトリデと呼ばれたが、インディアンによる略奪行為があったために3年後には破壊された。その後がアドベウォールと呼ばれるようになった。1864年、ジェームズ・ H ・カールトン将軍が、クリストファー・カーソン大佐をこの地域に送り込み、繰り返されるインディアンの攻撃に対処させ、これが第一次アドベウォールの戦いとなった。カーソン隊は数百名の騎兵隊だったが、 カイオワ族とコマンチ族の部隊の数が圧倒的に多く撤退を強いられた。第二次アドベウォールの戦いは1874年に起こった。バッファロー領主の一軍がアドベトリデの修復を試みた。コマンチ族、シャイアン族、アラパホ族、カイオワ族がトリデとバッファローの壊滅状態を自分たちの存続の危機とみなした。コマンチ族のヤクシーサ隊が 戦闘における勝利と白人の弾丸の無効性を予言した。クアナ・パーカーが数百名の戦士を率いて、砦を襲撃した。バッファロー漁師たちはインディアンを撤退させることができた。1541年、スペイン人、フランシスコ・バスケス・デコロなどが、伝説の黄金の七都市を探す途上で、グレート・プレーンズ・キビラの街を訪れた時に、この地域を横切った。 スペインのコンキスタドールであるフアンデオニアテが1601年にそのカンザス遠征でこの地域を通った。ニューメキシコからのバッファロー漁師とコマンチ族が1870年代までこの地域あたりで狩猟を行い交易を行っていた。この地域に最初に入ってきたイギリス系アメリカ人は1820年8月のスティーブン・イーチ・ロングが率いた遠征隊であり、 ロングはカナディアン側をレッド側だと見誤った。1840年3月にはジョサイア・グレックがサンタフェキャラバンを率いてきた。1876年11月、カンザス州のトマス・シャーマン・バグビーがクォーターサークル・ティー牧場を設立した。1878年にはアドベウ,ウォールズの地でウィリアム・イ、e、ー・アンダーソンがシザーズ牧場を開いた。 この牧場はハサミに似ていたのでそう名付けられた。コロラド州のリチャード・ E ・マクナルティがテキサスに移住して、ターキートラック牧場をはじめ、1881年にチャールズ・ウッドとジャック・スナイダーに売却した。スコットランド生まれのジェームズ・ウェム・コバーンがハンスフォード土地牛会社を設立した。クォーターサークル、ティー牧場とシザーズ牧場は1882年にコバーンに売却された。 コバーンは1883年にターキートラック牧場を取得した。ハッチンソン軍は1876年に設立された。軍組織は1901年になって初めて作られ、プレモンズが軍庁所在地になった。その後の40年間は牧畜業が軍経済の主流だったが、農作物の栽培もゆるりと増えていった。 1920年代にパンハンドル油田が発見された。1923年6月1日、ハッチンソン郡南西部のサンフォード第一 j c ウィッテントニードが深さ3077フィートに達し、石油に突き当たった。その後はいくつかの町が出現した。石油ブームの結果、 人口は1920年の721人から1930年の14,848人まで急拡大した。1990年までに累積で5億2,667万107バーレルの石油が生産された。1926年9月18日に行われた特別住民投票でスティンットが軍庁所在地になった。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は895平方マイルであり、このうち陸地887平方マイル、水域は8平方マイルで、水域率は0.85%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。